ウィリアム・グリフィス、ウィリアム・エリオット・グリフィス、1843年9月17日から1928年2月5日は、アメリカ合衆国出身の、親とい外国人、理科教師、牧師、著述家、日本学者、東洋学者である。明治時代初期に来日し、福井と東京で教弁を取った。帰国後は、日本の紹介に努めたほか、 朝鮮についても紹介した。1843年、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに、ジョン・メリバーナとアンナ・マリア・ヘスの4番目の子供として生まれる、オランダ改革派協会系の大学である、ニュージャージー州のラトガース大学を卒業。ラトガース大学で、福井藩からの留学生であった、草壁太郎と出会い、信仰を結ぶ。その縁により、 明治4年1871年に日本に渡り福井藩の藩校明神館で同年3月7日から翌年に1月20日まで理科、学と物理を教えた。天窓のついた理科室と大窓のある科学実験室を設計したが、これは日本最初の米国式理科実験室であったらしい。明治4年1871年7月。 廃藩地検により契約者の福井藩が亡くなった。明治5年、1872年、古ルベッキやユリ・キミマサラの養成により10ヶ月、滞在した福井を離れて、大学南校、東京大学の前身入り、明治7年、1874年7月まで物理と科学、精神科学などを教えた。明治八年、1875年の帰国後は、牧師となるが、 英国社会に日本を紹介する文筆、講演活動を続けた。1876年にアメリカで観光したザ・ミカド、エス・アンピール、ミカドの帝国あるいは広告訳されるは第一部が日本の通史、第二部が滞在期となっている。日本滞在中に記した日記や書簡、収集した資料はグリフィスコレクションとしてラトガース大学、 アレクサンダー図書館に収蔵されている。草壁やグリフィスの縁で、ラトガース大学のある、ニューブランズウィック市と福井市は1982年に、姉妹都市提携を結んでいる。1843年、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアで、父ジョン・メディバーナと、母、アンナ・マリア・ヘスの4番目の子供として生まれる。1859年、セントラル高校入学。 父は事業失敗。1860年セントラル高校大学。宝石会社に勤める。1863年南北戦争の志願兵となり、ゲティスバーグの戦いに参加。1865年オランダ改革派協会系の大学であるニュージャージー州のラトガース大学に入学。同級生のエドワード・ウォーレン・クラークと親友となる。 1867年福井藩からの留学生、草壁太郎がラトガース大学に入学。グリフィスと信仰を結ぶ。1869年、ラトガース大学を卒業。ニューブラウンズウィック神学校に入学。1870年5月13日、草壁太郎死去。1870年12月29日、横浜到着。 1871年、寸布学問所の教員を探していた、勝海舟に対し、親友のエドワード・アオーレン・クラークを推薦する。1871年1月2日、東京到着。2月16日まで東京に滞在。この間、大学南校、東京大学の前身でも働いている。1871年3月4日、福井到着。 草壁太郎との縁で、反行明神館で3月7日から翌年1月20日まで、理科、科学と物理を教えた。1871年7月14日、廃藩地県。これに伴い、反行明神館は県に移管される。1871年8月23日、24日、白山登山。外国人としては、初めての白山登山であった。 1871年9月22日グリフィス館完成。1871年11月科学書完成。これは彼が設計した天窓のついた理科室と大窓のある科学実験室。日本最初の米国式理科実験室であったらしい。1871年12月1日科学書で授業開始。 1872年1月1日大学南校、東京大学の前身と契約。1872年妹のマーガレット・クラーク・グリフィス来日。第一大学区東京女学校で英語教師となる。最初の管理女ーが高校長となる。1872年1月17日母アンナ死去。1872年福井より東京に移る。 出発は1月22日、到着は2月2日。途中1月30日に、静岡にいた親友のエドワード・オーレン・クラークを訪問している。1873年2月17日グリフィス館、消失。1873年静岡学問書廃止に伴いエドワード・オーレン・クラークが東京海正学校に移る。グリフィスと一緒に生活した。 1874年7月18日南港の契約終了。妹のマーガレットと共に帰国。1875年ニューヨークのユニオン神学校に入学。1876年アメリカでザ・ミカド、エス・アンピール、ミカドの帝国あるいは広告と訳されるを出版。1877年ユニオン神学校を卒業。 1877年6月17日、ニューヨーク州スキネクタディのオランダ改革派協会牧師となる。1879年父ジョーン死去。1879年6月22日キャサリン・ライラ・スタントンと結婚。1882年12月31日長女、リリー・アンナ誕生。1884年ユニオン大学から進学博士号を受ける。 1886年ボストンのショーマット組合協会の牧師になる。1887年5月2日、長男スタントン誕生。1893年1月28日次男、エリオット誕生。1898年6月22日妻キャサリン、死去。1899年、ラトガース大学より LHD の学位を贈られる。 1900年6月28日サラ・フランシス・キング、インズ、インズと結婚。1903年9月牧師を引退。1908年君四4等曲実賞を受ける。1913年妹のマーガレット死去。1926年12月13日、横浜到着。1926年12月22日君三3等曲実賞を受ける。 1927年4月25日から29日、福井訪問。1927年6月2日、日本を去る。1928年2月5日、フロリダ州、ウィンターパークの別荘で、心臓麻痺のため死去。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。